台湾平民美食 Part 2。台湾 BQ Gourmet Part 2。大家还记得上一支影片教了哪些食物和句型吗？可以再去复习一次哦。今天要来教新的句型。我要吃，我要喝。お、食べます、飲みます。我要吃小笼包。小籠包を食べます。我要吃臭豆腐。臭豆腐を食べます。我要喝乌龙茶。乌龙茶を飲みます。我要喝鱼丸汤。魚のつみれスープを飲みます。やってみよう。挑战看看吧。我要吃烤鱿鱼，要怎么说呢？イカ焼きを食べます。我要吃传统喜饼，要怎么说呢？シーピンを食べます。我要吃炸花枝丸，要怎么说呢？揚げイカ団子を食べます。我要喝酸梅汤，要怎么说呢？梅ジュースを飲みます。我想吃，我想喝。お、食べたいです。飲みたいです。我想吃胡椒饼。コショウ餅を食べたいです。我想吃凤梨酥。パイナップルケーキを食べたいです。我想喝珍珠奶茶。タピオカミルクティーを飲みたいです。我想喝酸梅汤。梅ジュースを飲みたいです。やってみよう。挑战看看吧。我想吃古早味蛋糕，要怎么说呢？台湾シフォンケーキを食べたいです。我想喝乌龙茶，要怎么说呢？乌龙茶を飲みたいです。我想吃猪血糕，要怎么说呢？豚のち餅を食べたいです。我想喝珍珠奶茶，要怎么说呢？タピオカミルクティーを飲みたいです。大家是不是都会说了呢？接下来我们要在食物的前面加上形容词。来看看要怎么说吧。好吃的芒果冰。おいしいマンゴーかき氷。热腾腾的揚げ。熱々の揚げ。清爽的鱼丸汤。あっさりした魚のつみれスープ。 QQ 的炸地瓜球。もちもちとした揚げ芋団子。脆脆的炸虾卷。サクサクのエビのつみれ揚げ。冰凉的酸梅汤。冷たい梅ジュース。还记得刚刚教的句型吗？最后我们把今天所教的组合成一个句子吧。我要吃阿给。阿给を食べます。我要吃热腾腾的阿给。熱々の阿给を食べます。我想吃炸地瓜球。揚げ芋団子を
食べたいです。我想吃 QQ 的炸地瓜球。もちもちとした揚げ芋団子を食べたいです。我要喝鱼丸汤。魚のつみれスープを飲みます。我要喝清爽的鱼丸汤。あっさりした魚のつみれスープを飲みます。我想喝酸梅汁。梅ジュースを飲みたいです。我想喝冰凉的酸梅汁。冷たい梅ジュースを飲みたいです。皆さん、お疲れ様でした。大家很棒哦。虽然最后句子变得很长，但慢慢的组合起来，是不是就变得很简单了呢？这次后面还有精彩小短片，让我们来看看同学的表现吧。はい、どうぞ。